ジャンイコールリュック・ゴダール。ジャンイコールリュック・ゴダール。ジーン、リュック・ゴダール。1930年12月3日隊は、フランス・スイスの映画監督、編集技師、映画プロデューサー、映画批評家、撮影監督、俳優である。パリに生まれる。ソレボンヌ大学中退、ヌーベルバーグの機種。ゴダールの映画に対する姿勢や、根本的な作風は、パートナーや、 大まかな作風の傾向により、便宜的に前期、中期、後期の3期に分類することができる。シネフィルとして、数多くの映画に接していた、若かりし、ヒノゴダールは、シネマテイクフランセーズに集っていた面々、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、エリック・ロメール、ジャン・イコール、マリストローブ等と親交を深めるとともに、彼らの兄気分的な存在だったアンドレバザンの地球を、 えって彼が主催する映画批評誌、カイエル・シネマに批文を投稿するようになっていた。すなわちゴダールは、他のヌーベルバーグの面々、いわゆるカイエパがそうであったように批評家として映画と関わることから始めた。数編の短編映画を手掛けた後、先に映画を制作して、商業的な成功も収めた、クロード・シャブロル、美しきセルジュ、イトコ同士や、フランソワ・トリュフォー、 大人は分かってくれないのように、受け取る遺産も、大手配給会社社長の楽譜もいないゴダールは、プロデューサーのジョルジュ・ド・ボールガールと出会うことで、長編処女作、勝手に仕上がれで、やっとデビューでき。公開されるや、一躍スターダムにのし上がる。ジャンイコール・ポール・ベルモンドが演ずる無軌道な若者の、刹那的な生き様という話題性のあるテーマも、さることながら、即興演出、同時録音。 自然光を生かすためのロケーション中心の撮影など、ジーン・セバーグが演じた主演女優には、コダールは当初は片思い状態で死亡していたアンナ・カリーナを想定していたが、本人の拒絶によりこのことは実現しなかった。しかし、勝手に仕上がれの成功を背景として、カリーナとの関係は親密なものとなり、1961年に結婚。以降アンナ・カリーナは、 前期における、こだある作品の多くの主演女優を務めることになる。長編、第2作である、小さな兵隊以降、1967年の、ウィークエンドを一つの頂点として、商業映画との決別を宣言する中期に至るまで、1年に平均2作程度という比較的多作なペースで、作品を制作しけるが、多分に、スキャンダラスな物語設定や、 戦場的な数々の発言により、大ヒットとは言えないまでもコンスタントなヒットを続け、コダールは、名実ともにヌーベルバーグの騎士としての率を固めていった。前期のコダール作品は、ヌーベルバーグの基本三要素、即興演出、同時録音、ロケ撮影中心とはっきりとしない物語の運び以外には、一見すると共通項の少ない多彩な作品群となっている。 題材もアルジェリア戦争、小さな兵隊、団地売春の実態、彼女について私が知っている、ニソンの事柄、1966年、SF 地てのハードボイルド、アルファービル、1965年と広範囲に及んでいる。またカメラワークやフレーミングといった映画の技術的、和法的な要素についても一作ごとに、場合によっては、 同じ作品の中でも異なったトーンが用いられており、しかし別な観点から見るなら、これらの作品は分断と再構築という二つの基軸によって構成されているという点においてはある種の統一感で貫かれており、事実、表面的な作風が異なる中期や後期に至るまで、分断と再構築こそがこだわる作品の規定を成している。また、前期においては、 映画内映画の要素を積極的に取り入れていたことも大きい特徴となっている。軽別、1963年のように映画の制作自体を作品としたものから、吉街ピエロ、1965年における、主演のジャンイコール・ポール・ベルモンドがスクリーンを見ている、観客時に語りかけるような和法に至るまで、様々な、 映画内映画の要素が盛り込まれ、こうしたメタ映画的な構成の目新しさも、ゴダール人気を煽る一因となっており、一時、ゴダール風といえば、映画の内と外とを意識的に混在させる手法と受け取られたことすら、あったほどである。しかし、一般的には、ファッションとして受け取られることが多かったメタ画の構造も、分断と再構築と並んで、ゴダール、 作品の根本的に重要な要素であり、後期においてそれがさらに進化されることになる。ジャンイコール・ポール・ベルモンドの爆死をクライマックスとする、吉街ピエロの大ヒット以降、パリ五月革命に向かって壮然とし始めた世相を背景に、ゴダールの作品は政治的な色合いを強めていく。小さな兵隊がアルジェリア戦争を揶揄してのものであったことからもわかる通り、 コダールは初期の頃から政治に対する思考が強く政治的なテーマや題材をあまり取り上げることがなかった他のヌーベルバーグの作家たちとはこの点においては一線を画していたパリ五月革命の予言もしくは先取りであるなどと言われるマオイズムをテーマとして取り上げた中国女1967年においてすでに政治的な表現の傾向が顕著になっていたがコダールを 本当の政治の時代へと踏み入らせる直接のきっかけとなったのは1968年の第21回カンヌ国際映画祭におけるカンヌ国際映画祭粉砕事件だった。コンテストの必要性の有無をめぐる論争を契機として発生したこの事件においてはトリュフォートルイマルトが最も戦闘的な論陣を張り、コダールの関与は必ずしも積極的なものではなかった。 しかし、この事件をきっかけとして、ゴダールの周囲やおののの政治的な立場、主張に亀裂が入り、作家同士が密月関係にあった、ヌーベルバーグ時代も事実上の終わりを告げるに至った。プライベートにおいても、女優アンナ・カリーナと1965年に破局が決定的になり、中国女への出演を機に1967年にアンヌビア・ゼムスキーが、 ゴダールの新たなるパートナーとなった。この後、ウィークエンド、1967年を最後に、商業映画との決別を宣言し、勝手に逃げろ、人生、1979年で、商業映画に復帰するまで、政治的メッセージ発信の媒体としての、作品制作を行うようになる。また、商業映画への決別と同じタイミングで、自身が、 商業的な価値を持たせてしまった、ジャンイコールリュック・ゴダールの署名を捨てて、ジガベルトフ集団を名乗って活動を行う、1968年から1972年。ソビエトの映画作家、ジガベルトフの名をいただいた、このグループは、ゴダールとマオイストの政治活動家であった、ジャンイコール、ピエール・ゴランを中心とした映画制作集団であり、この時期のパートナーである。 アンヌビアゼムスキーもメンバーとして活動に加わった。反商業映画イコール政治映画という図式で語られがちであるが、この時期のゴダールの政治的な映画と言ってもそれは、旧来の政治的プロパガンダの映画とはまるで違い、映画的思考というものの変革を信じ、目指した、彼にとって極めて純粋な映画運動であった。1972年、ーンへの手紙完成をもって、 同グループは解散。コダールは、アンヌ・マリ・ミエ・ビルとのパートナーシップ体制に入る。一作品ごとに、現代の社会と人間の真実の姿に迫ろうと、試み続けてきたコダールは、ヌーベルバーグ時代の後期あたりの映画作品からは一作ごとに、彼の作品から、いわゆる娯楽性を、薄皮一枚ずつ剥ぎ取り、また一般的な芸術性をも剥ぎ取ることで、 ギリギリまで思考を明確にする映画を目指していった。その結果、映画は極めて政治的な思想的闘争宣言の表現の場へと生かしていく。もはや、同詞的な観客のための映画でしかなく、不特定な多数の観客の存在を考慮しない、告発の映画であった。前期のゴダールが一言で言えば、躍動感と、みずみずしさとを特徴とするのに対し、 中期のゴダール作品は映画を政治的なメッセージ発信の手段にしたため映像表現はまがまがしいものへと変化していった。前期においても文字や書物からの引用は行われていたが中期においてはそれがさらに顕著なものになり膨大な映像の断片と文字、引用、スローガン、セリフ、ナレーションとが目まぐるしく洪水のように溢れ詰め込まれた作風が特徴とされる。しかし、 中期においてもボダールは映画を単なるメッセージ発信のための手段として利用するのではなく映画で何が可能なのかそして何が不可能なのかを自制しつつ作品を作り続けていた例えば中期の皮切り作品といえるオムニバス映画ベトナムから遠く離れて1967年においてクロードル・ルーシュをはじめとする他の監督たちがデモのドキュメンタリーや 反戦活動家のメッセージといった直接的な反戦運動を取り上げていたのに対し、ゴダールはパリにおいてカメラを操作する自分自身をカメラに捉え、ベトナムに関する映画を制作することに関する自問自答を延々と映し続けている。ローリングストーンズが出演し、アルバムベガーズバンケットのレコーディング風景が収録されたことで多くの話題を呼んだワンプラスワン。 1968年においても様々な場面や場所で多様な人が政治的なメッセージを読み上げるシーンと試行錯誤しているストーンズのリハーサルシーンとを交互に重ね合わせることにより当時の政治的な状況をメッセージとしてではなく映画作品として具体的に体現、再現する実験を試みている。なお、この映画は本来ならレコーディングは完了せずに終わる予定であり、 未完であることにこそ本質的な意味があるとゴダールは考えていたのであるが制作者側の商業的な意図により作品の最後で完成した悪魔を哀れむ歌が挿入されてしまった。ゴダールが激怒したのは言うまでもない。この作品はゴダールが活動資金稼ぎを目的として制作されたもので中期に位置するものの商業映画イギリス資本としてゴダールの署名で制作されている。 五段ある曰く第二の少女作である勝手に逃げろ人生1979年で商業映画への復帰を果たしてから移行今日に至るまでが後期に相当するが後期においてもおおよそ1980年代に相当する映画史以前と1980年代末から1998年映画史の完成に至るまでの映画史の時代 さらにこれ以降今日に至るまでの映画史向に区分けすることができる。映画史以前の作品群は、ゴダールの作品の中でも最も馴染みやすいものであると言える。他の時期に比べ物語の筋立てがある程度わかりやすいものになっているし、ゴダールの造形的な才能が遺憾なく発揮された、美しい映像が惜しむことなく展開されているからだ。とい方をして、 彼こそが本物の天才だと言わしめた、ゴダールの映画的なセンスは注目認めるものではあったが、前期や中期においては、その期待を相手裏切るように画面の心理性からイン、立った画作りをすることが少なくなかった。後期においては、こうしたカメラワークとフレーミングにおける実験的な要素は影を潜め、メタ映画レベルの挑戦が主軸に位置されるようになる。 映画史以前の段階では、映画史の時代で、代々的に用いられることになるテキストや音楽、音声の分断と再構築は、あまり積極的には用いられてはいない。クラシック音楽が貴重となっているという点では、後期全般に、同一の傾向が認められはするものの、以前の段階ではまだ BGM は画面を彩るものとして活用されており、音声やテキストの多重化は、 限定的なものだった。1989年に第1章と第2章が発表され、1998年に第4章の完成をもって完結する映画史的なものが中心となるのが映画史の時代である。ここにおいて、分断と再構築の構造はさらに進化を遂げ、映像、声、セリフ、テキスト、そして音楽がそれぞれのレベルで分断され、一つのシーン。 作品として再構築される。ビデオ作品として制作された映画史は一般的な意味における映画史に関するカタログ的な解説ではない。何の就職誌もつけず映画史と題されてはいるが、ここで参照され言及される作品は極めて限定されたものに過ぎない。その構成要素は1950年代までのハリウッド・ヌーベルバーグを中心とした。 フランス、イタリアのネオレアリスも、ドイツ表現主義及びロシアアバンギャルド等、その他ヨーロッパ諸国の作品が圧倒的多数を占めており、非欧米では日本から4人の作家、溝の口健二、小津安二郎、大島渚、ぎさ、徹河原ヒロシとインドのサタジットレイ、イランのアッパスキアロスタミ、ブラジルのグラウベルロウシャ、 台湾の方向権が参照されるのが目立つ程度であり、大方の非欧米圏はあっさりと無視されている。時代的にも著しい偏りが見られ、1970年代以降で取り上げられているのは、ほとんどが自分の作品だけであり、大半が1950年代までの古き良き映画である。この基本構造は、フレディ・ビュアシュへの手紙によって実現されたものと、 本質的な違いはないが、題材や対象範囲の広さ、分断と再構築の深度は、比較にならないほどの進化を遂げている。ビデオ作品である利点を最大限に活かし、多重引用やリピートなどが盛んに行われており、ただ万全と眺めているだけでは、多くの参照元の推定すら難しいほどの加工が施されている。そしてこうした再構築もビデオクリップ作品のように、 面白おかしさを基本に構成されているのではなく、その審議のほどはともかくとしても、全4部、各部ごとに A と B とに分けられた合計8章ごと、一定のテーマが設けられ、それに従って引用やらコラージュがなされているので、見る側には極度の緊張と集中とが求められることになる。コダールの1990年代は、映画史の制作に力を注ぎ続けていたと、 言えるだろうが、シンドイツレー、1991年や、JLG、ジ画像、1995年も、ほぼ同傾向の作品とみなすことが可能であり、まさに、映画史の時代であった。しかし、同時に、ヌーベルバーグ、1990年、フォーエバー・モーツァルト、1996年のように、1980年代と、似たような構成、すなわち、 分断と再構築等を基調としながらも、物語や、ある種のテーマ性を持った作品も作り続けている。映画史完了後の2001年に制作された、愛の世紀もこの系列に位置している。1990年代以降顕著になった、無数の短編群、オムニバスへの参加により、コダールは監督として、あるいは俳優として参加した、映画作品は140を超える。 2010年には新作、コダールソシアリスムを公開する。2014年、3D 映画、さらば、愛の言葉よで、第67回カンヌ国際映画最新ン賞を受賞する。後全一冊に合本されて文庫化、コダール映画史、全、ちくま学芸文庫、2012年。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。